三門光明寺は、神奈川県鎌倉市在木座にある浄土宗の寺院である。自覚は大本山。三号を天照す山と称する。本尊は、阿弥陀如来。自伝によれば、会期は、法上教寺。海山は、浄土宗三祖前あよしただであり、忍字元年佐助がやつに改装した、蓮華寺を起源とし、 関元元年現在地に畜死光明寺と改称したとされるが、さあ商人殿は鎌倉入りを証元元年としており疑問視されている。13世紀から14世紀にかけての歴史はあまり定かでないが、室町時代には中高解散とされる幸高商人によって復興された。明王四年には御土御門天皇より直元寺に定められている。近世には 浄土宗の関東十八団林の第一位の寺として栄えた。このほか、荘門、稲荷社、主郎なども近世の建築であり、他に、海山堂、書院、客殿などが建つ。庭園は、小堀演習作と伝える波水家を中心とした庭と、三尊五蘇来号の庭と称する彼山水庭園がある。また、近くに建つ連築院、千住院は共に浄土宗で、 光明寺の死因。蓮の林は、光明寺が佐助が奴から移転する前からこの地にあった、もので、光明寺完成まで住職がこの寺に滞在した、古時から現在でも光明寺の住職が変わるときは、新しい住職は一旦この寺に入ってから、光明寺に行く。遠間マンダラ縁起例年10月12日から15日まで行われる、念仏法要。現在は、 植木市や露天なども立つ。ありがとうございます。